皆さんこんにちは。今日は本当に楽しみにしておりました。吹奏楽の演奏会です。皆さんね、台風27号がゆっくりゆっくり進んでたもんですから、どうも暴風域に当たるんじゃないかと、本当に今日の演奏会の中心にあるんじゃないかとすごく心配しておりました。でも台風は太平洋の沖の方を行ってくれましたのでね、よかったなと本当にそう思いました。この吹奏楽の皆さんはブラボー吹奏楽団と言います。皆さん覚えていますか？前に2月と6月にそれぞれ のアンサンブルとして5人と6人ぐらいずつで来てくださいました。ピッコロとかクラリネットとか、そういう小さい楽器、それからまたもう少し大きいサックスとか、そういったもので5、6人ぐらいの体制で前に演奏会をしていただきました。私もこういう演奏を聴くのすごく大好きで、この方たちは定期的に薬味師とかいろんなところで講演会をなさっています。ですから薬味のところでは私もいつも行かさせていただいてるんですけれども、ぜひ水仙の里にも来ていただきたいなと去年お願いいたしまして、2月6月、そして今日全員の皆さんが来ていただいて、この水仙の里のおじいちゃんおばあちゃん方に演奏をしてくださることになりました。皆さん方は見ていただいて分かるようにね、子育てをしながら、それからお仕事をしながら、そうして学生時代にね、そういう演奏をしてらっしゃったので、そういう皆さん方が寄って練習をしながらこういった楽団を形成されています。今日は皆さん揃っての演奏会ですので、すごい大きな音が出るかと思います。楽しみに聞きたいと思います。楽団の皆様方、本当にお忙しいところ来ていただきまして本当にありがとうございます。ブラボー吹奏楽団と言います。本日はこのような演奏の機会をいただきありがとうございます。覚えておられますでしょうか？2月にお邪魔しました。一番向こうフルートのメンバーと私たちサックスのメンバーも含めまして、今日は20人の大人数でお邪魔いたしました。今日は他にもいろいろな楽器がありますので、順番に後ほどご紹介したいと思います。この日のためにみんなで精一杯練習してきましたので、どうぞ楽しんでお聴きください。よろしくお願いします。それでは最初の曲は上を向いて歩こうです。前回6月にも聴いていただきましたが、今回は20人の吹奏楽バージョンでお送りしたいと思います。それではお聴きください。上を向いて歩こうです。Thank you.
初めてお邪魔します楽器の紹介を少しさせていただきたいと思います。吹奏楽はこの前列の木管楽器と後ろの列金管楽器と、さらに真ん中におります打楽器が中心のパーカッションの大きく分けて3種類の楽器で構成されています。ではまず木管楽器のクラリネットを紹介したいと思います。こんにちは、クラリネットパートです。クラリネットはとても有名な楽器で皆さんよくご存知かと思います。クラリネットを簡単に説明すると、サックスと同じ木でできた黒い縦笛にこちらの薄い小さな板を装着して演奏する楽器です。他の管楽器に比べると低音から高音まで幅い音域を出すことができ、木管らしい温かい音が出せるのが特徴です。では曲の主なメロディーを担当していますので注目して聴いてみてください。それでは次の曲は水戸黄門です。吹奏楽で元気に演奏したいと思います。それではお聴きください。3, 2,
ので、あのこのスライドという管を伸び縮みさせて高い音や低い音を出します。固定も長く伸びます。トロンボーンは同じ楽器でもフクットによってさまざまな音色になります。力強い音からささやくような優しい音まで幅広く表情豊かな音が出るんです。気が付くと曲曲の間でかっこいいアルペアメロディーを吹いているので、そこに注目していただけたらなと思います。次の曲は見上げてごらん夜の星をです。上を向いて歩こうと同じ坂本九さんの名曲です。それではお聴きください。
ここではユーフォニウムとチューバを紹介します。まずこちらの3本ありますが、これがユーフォニウム、通称ユーフォと言います。役割は伴奏からメロディーまで幅広いですが、大体どの曲でも必ずかっこいい部分を吹いていますので、聞き逃さないように聴いてください。そしてもう一つ、左側の、一番大きい楽器、これがチューバと言います。チューバは、大楽の金管楽器で一番低音部を受け持ち、伴奏を担当することが多いですが、吹奏楽にはなくてはならない楽器で、ここぞという時に存在感を感じていただける、感じていただけると思います。一番向こうがチューバで、こちらがユーフォニウム、覚えていただけましたでしょうか。私の名前は氷川きよしです。ありがとうございます。じゃあ、続きまして、最後は、夕日にまつわる童謡を集めた秋にぴったりのメドレー、夕日メドレーです。赤とんぼ、もみじ、七つの子、夕焼け小焼けの4曲が出てきます。それでは楽しんで聴いてください。Thank you.
ありがとうございます。アンコールいただきましたので、じゃあ紹介していませんでしたパーカッションをアンコールの前に紹介させていただきたいと思います。真ん中でリズムを刻んでおりました。この箱、これ楽器なんです。箱みたいなんですけど、カホンと言います。ちょっと叩いてみてください。あえて椅子代わりにしまして、で叩く楽器でございます。はい、いつも音楽全体を支えてくれています。間にシンバルとかが音が入ったんですけれども、そうするとあの音に厚みが出てすごく綺麗に聞こえたかなと思います。はい、では最後には、皆さんご存知のふるさとをお送りしたいと思います。今歌詞カードの方を配っていただいておりますので、皆さん一緒に歌っていただけたらなと思います。3番まであります。よろしくお願いします。皆さん、歌詞カードをお手元に行き渡っていただきましたでしょうか。はい、ありがとうございます。それではお送りしたいと思います。ふるさとです。素晴らしい演奏で感動し
皆さんどうですか。で、あとすいません、こちらですね、102歳なんです。102歳でまたご飯も普通のご飯食べられてすごい元気なんで、ぜひとも茂江さんも今日ね、あんまり興味示さない方なんですが、ちょっと前の方出してくれと、ちょっとお耳が遠いもあるんですけど、前の方出してくれってちょっと前自分から自らちょっといらっしゃったんですね。ですので、皆さんもちょっと私たちも元気いただいてるんですが、どうでしょう、暴れん坊将軍と今のふるさと2曲ちょっとまた欲張って、欲張ってリクエストどうですか。じゃあちょっと茂井さんに、せっかく今日102歳、明治生まれなんです。なのででも頭までしっかりして裸眼で新聞読まれるんです。眼鏡なしで新聞読まれるんです。なのでちょっと茂井さんにもちょっと励みになると思いますんで、あと皆さんもちょっとね元気いただけると思いますんで、2曲欲張ってよろしいでしょうか。よろしいですか。じゃあ暴れん坊将軍とふるさとと2曲ちょっとリクエストしたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ皆さん102歳の茂井さんに負けないように気合い入れていきますよ。
さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、じゃあ立ってください。はい、私参加してくださいましたね、来年も来ていただきたいですよね。どうぞよろしくお願いしたいと思います。こうやってね、勢ぞろいしていただいたこういう楽器を皆さん見るのって多分初めてでしょね。また来年も心待ちしたいと思いますよね。ありがとうございました。日々の練習で本当に大変でしょうけども、また頑張っていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。